こんにちは。今回は福島県の郡山駅近くにあるスーパー銭湯招きの湯に宿泊しました。宿泊状況を動画にしましたので、これから宿泊する人への一助になれば幸いです。招きの湯がある郡山市は福島県の中部に位置する市で、中核市に指定されています。東北地方有数の商工業都市であり、福島県内第1位の人口を有します。招きの湯はカラオケ招き猫の越高ホールディングスが運営しています。郡山駅から徒歩15分程度です。到着しました。招きの湯、ドンキホーテなどがある郡山駅東ショッピングセンターにあります。ドンキホーテのほか、近くにはかっぱ寿司や遊郭などの飲食店ラウンド1もあります。早速招きの湯に入ります。左側に下駄箱があります。下駄箱の鍵をフロントに預けます。正面にフロントがあります。今回は宿泊するので、平日の入館料770円と深夜追加料金1550円の合計2320円と入湯税100円を支払いました。さて、館内に入ったらロッカーのある脱衣所に行って、早速お風呂に入ります。大浴場の様子です。良いですね。さすがスーパー銭湯です。写真はないですが、広い露天風呂もあります。泡のマッサージ風呂です。寝湯です。サウナあります。水風呂もあります。塩サウナもありました。お風呂の後は施設内を散策します。まず1階です。フロントの前に売店があります。いろいろなグッズやお菓子などを売っています。お風呂関連のものもあります。アイスもあります。牛乳もあります。フロントから施設に入ったところに貴重品ボックスあります。散髪屋さんあります。マッサージチェアあります。赤すりやマッサージも頼めます。1階の奥にリラックスルームがあります。夜はここで寝ようと思います。2階に上がってきました。広い空間とたくさん漫画があります。かなりの漫画の量です。夜寝れなかったら漫画で時間が潰せます。ゲームコーナーもありますね。子供は喜びそうです。その奥にはキッズルームも、子連れには嬉しい。タオルケットの貸し出しもあります。ここで一晩過ごすこともできます。2階には食事処もあります。ちなみに招きの湯、出入り自由ではないので、外に夕食に出ることはできません。自分は外で夕食を食べてから来ましたが、ここで食べても良いですね。女性用のリラックスルームもありました。喫煙ルームもあります。フリー Wi-Fi もあります。自販機あります。ジュース市販と値段変わらないかな。さて、夜も更けてきたのでリラックスルームに寝に来ました。タオルケットも借りれます。12時になって部屋が暗くなりました。今日は平日で他に5人ほど寝ています。正直リクライニングシートで寝る施設よりこっちの方が寝れますね。と言っても寝れないので、夜中の施設内を見てみました。この後また自分の寝床に入って寝ました。朝です。2階に来てみました。2階で寝てる人もいます。漫画が置いてあるエリアは一晩中明るかったようです。食事どころでは朝食セットが出てました。さて、9時前にチェックアウトして郡山駅に戻ってきました。これで招きの湯の宿泊動画は終わりです。いかがだったでしょうか。とにかく宿泊費が2320円で済むのが良いですね。館内着
タオルなどは持参しました。お風呂は充実してるし、漫画も読めるし、夜も問題なく眠れました。正直、変なビジネスホテルに泊まるより全然良いです。次回も利用したいです。